はい、えー、今回は対談形式にして最新 AI ニュースの方をお届けしようと思います。2024年度5月の5日日曜日になります。えー、今回はですね、えー、普段 AI ニュースの方をやってるんですけれども、対談形式で、えー、お届けしようかなというふうに思います。はい、えー、村岡社長です。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、あのー、世はですね、えー、ゴールデンウィーク時代ですよ。はい 突入してますよそん, <laughs> そんな中そんな中ですよねそん,すそんな中ですよ本当ね村岡社長も僕もなんでこんなんやってんのやろって感じなんですけどあの、ね、<laughs> えどちらか行かれないんですか <laughs> もう今回のゴールデンウィークは仕事をやってますねそうですよね、はい、や,れなやれないことをやってる形ですねですよね僕もあの同じなんですけど <laughs> ね、本当はもう、要はねゴールデンウィーク時代なのに、ね、みんな、みんなね、本当、ねね、楽しんでいただければね、皆さんはちょっとあの休日をになっていただいて、はい、あのよろししくお願いします、はいえー、今回の生成 AI 活用最前線ということでやっていこうかなとは思うんですけれども、村上市長、今日はねちょっとねそんな、まあうん、ゴールデンウィークですしね、仕事ってしてるよりも、ちょっとね、一個の話題で、うん ゆる、まあ、くちょっとおしゃべりしようかなというふうに思ってます。あはい、よろしくお願いします。はいえー、とどういう話題かといいますとね、こちらなんですよ。はい、これねあの、僕、AI ニュースの方で取り上げたんですけれども、あのちょっとまあ、村上社長ご存じじゃないと思うんで、ちょっとご説明しますとですね、はい、お願いします、はいあの。マイクロソフトがですね、 まあのオープン AI 社に投資をしているというのはご存知かなとは思うんですけれどもこの投資をするというのを決定付けた内容が実は、グ、えーグルがです、ね、先行してやっていた AI の内容に懸念を感じて <laughs> でそれがきっかけで投資をしたというお話なんですよねあそ,うそれがあのとあるですね。 E メール、えー、やり取りをしている E メールで明らかになったらしいんですよね。おそうなんですね。はい、そうなんです。はい、はい、まああのー、いわゆるですね、マイクロソフトがですね、2019年にですね、あのー、オープンエア社に10億ドルの投資をしたんですよ。で、はい、あのー、まあその当時ですね、えー、っとですね、あのイーロンマスクさんがもう退任された直後にこれをやった。 ことなんですね、退任っていうか、まああの、席は置いてるんですけど、結局、口出ししないようになったってなってから、10億ドルの投資してるんですよね。で、まああのー、ちょっとね、なんていうでしょう、AI ニュースの方では、えー、と僕、ちょっと喋ったんですけど、実はこの、えーとーまあ、表立って前に出てる方っていうのは、マイクロソフトの,、ね、の CTO のスコットさんっていう方と、 でまあ、皆さんご存知の、C えー、CEO のです、ね、ナデラさんあの、はい、丸坊主のつるっとした方ですよねが戦闘機ってやってる風に見えてるんだけれども実は裏で手を引いてたのはビル・ゲイツだったっていう。 へーはい、っていうねやっぱりあの方がみたいな <laughs> そうなんですよ表舞台からはですねちょっとねあのいなくなっちゃってたんですけれども実はまあね、まあ、の西のスティーブ・ジョブズ東の,、ね、あのビル・ゲイツみたいな感じのね対局であってスティーブ・ジョブズさんはね、うん、も,うもう数年前にもお亡くなりになられてでビル・ゲイツさんもね まああのこれはもう俺の時代じゃないからっていうことで退任されてボランティア活動を始めてたって思ってたんですけれども実は裏で手を引いてるのはビル・ゲイツだったっていうね <laughs> やりたくなっちゃったんですかね<え> <laughs> うわどうなんですかねやっぱね、あのー、一代でこう気づいた空手ですからね,そ,ねやっぱそれなりのせん、うん、まあ先進もってやってらっしゃるんだとは思うんですけどね まああのー、ゲイツさんね、でもね、あこういう話も僕、その時にしたんですけど、2020年度に、あのー、マイクロソフトの取,引、えー、あの取締役も,あのもう実は辞任してるんですよ。あそうなんですか、そんなに早くもなそうないと<え>もうね、あのー、実際にマイクロソフトに経営には全く携わってないことになってるんですよ。あそうなんだ、なるほど、はい。だからもう決定権自体も何もないんですよね、ビル・ゲイツに。 ただ、裏では色々とやってるみたいですよね。<laughs> 裏では。<laughs> まあ、<laughs> あの、相談役みたいな形で残ってらっしゃるのはいるんでしょうね。うーん、そう、そうでしょうね。まあ、なんかこの、あの、<laughs> これ辞任したきっかけもね、めっちゃおもろいっすよ。なんかあの、はい、えなんか従業員とね、不倫疑惑が出たらしいんですって。<laughs> <laughs> で、で、 なんかもうかぶる主総会とかでね、なんか不倫疑惑なんかその中で捜査かなんか受けてる最中に持ち任しはったらしいです。なんかちょっとあるあるすぎて、ちょっと面白いですね。うん、ね人間っぽいですね、<ょ>そうでしょ <laughs> そう、でしょちょっとおもろいでしょう。ね、<laughs> まあなんか、まあただね、ほんとね、これね、このやり取りっていうのが、実際には2016年からあの行われてたみたいで、そ,のそうなんですね。 で、オープン AI 社とね、定期的にこう会合を、その時から、あのビル・ゲイツさんはやってらっしゃったらしいです。ええー。そんなもう10、10年八8年か、8年前ぐらいからもそんなにってらっしゃったんですそうなんです、ね、そうなんです、そうなんです。で、だからね、まあ、あのそんな前からやってるってこともあってで、ね、マイクロソフトはですね、本当にこの、まあ、5年ぐらい前からですかね、投資されて、オープン AI 社にこう、つい込んでらっしゃったっていうところから、 まあ今の現時点でのね AI 分野でいうとねやっぱもうトップ走ってるわけですよテック企業の中ではそうんうんまあそういったようなきっかけになったのも逆転劇をやってるっていう裏で弾いてるっていう内容のことがあったっていう感じなんですよねなるほどなるほどはいでね僕ね実は言うとですねこの辺の内容って僕あのもっと詳しくね背景を あのー、動画作ってたんですよ実はえそうなんですかそうですもう去年<ー>去年の12月に僕動画作ってたんですよ実はで、はい、まああのー、これね見てらっしゃる方ももしよかったら、あのー、これ見てくださいあのー、ちょっとねかなり時間がある時にゆっくり見てもらう方がいいと思いますあのーうん、これ56分31秒あるんであのー <laughs> めっちゃしゃべりましたねそ,れそうなんですよ、これ全部調べてね、本当にあのなん,ていうんですかね AI がその発端から今の現時点のところまで全部遡って、僕、調べたんですよ、背景全部え。えじゃあ、あのオープン AI 社が設立された非営利法人の時から2015年ぐらいの頃から、もうすべて今までに。 至る所までってことですよね。そうです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 。まあそれのそれのもっと前ですね。オープンイニシアテ前から。からはい前からですね。<laughs> はいあのー、実際のオープンイニシアテを作るっていうふうになってるまあイーロンマスクとまあ実はねライリーペイジとイーロンマスクの話し合いからこれスタートしてるんですよ <laughs> AI の業界って。そうなんですか。そうなんですよ。あのあのー、まあグーグルとイーロンマスクのまあ一番のトップが あのー、まあとあるちょっとパーティーかなんかのプールサイドの焚き火の前で2人で話してるところがスタートなんですよなんかすごい青春してますねそうなんですねそうなんですよ、ね、もうその時からの内容で結構ごたごたあるんですよこれあ,あそうなんです,、ねそうんですね、僕もあの作っててめっちゃ面白くてそれをちょっと皆さんに伝えたくて、ね、その背景をだからもう ここに顔を並べてるあの全員僕説明してるんですよ実はえすごいでしょすごいでしょほん <laughs> に僕なかなかねこれね本当ねあの正直ね、まあ、視聴回数とかもうええわと思って自分の自己満足で頭整理したくてで、ね、作ったんですよねこれいやもう本当にアウトプットしたかったんです、ね、そうなんですよそうなんですよだからもうこれ作ることによってですねもう背景とか人物が全部僕 頭の中入ってまあ今、まあ、ここで一番主流となってるのが、まあ、ディープマインドっていうねグーグルのジェミニとかを作ってるグーグルの組織統合されたんですけどねまあその、えー、トップにですねハビス,デビス・デミスさんっていう方がいらっしゃるんですけどね。 まあ、この方がキーキーパーソンなんですよ。実は。ええー、そうなんです、ね。あ、その人がグーグルで、今現時点で、まあ、トップを走ってるんですけど。でも、ついこの間ね、共同、えー、創業者の、えー、っとですね。はい。えー、誰やったっけな。名前ちょっと忘れてた。えー、っとね、もう一人いるんですけど、まあ、その方が、実はね、もうグーグルもやめちゃって。で、マイクロソフトに引き抜かれたんですよ。はい、つい最近。<laughs> <laughs> <laughs> っていうねなんかこうごたごた劇がねおもろいんですよ、本当に。いやー、やばいですね、巨大企業のこの裏での思惑というかそう、そうなんですよ。<laughs> なんで、まあ、あのね、まあ、僕、なんでこれ作るきっかけにしたのかっていうのは、まあ、あの去年12月にですね、オープンエア社のサム・アルトマンの解任劇ってあったの、ご存知ですか。はいありましたね、ありましたね。いきなりアルトマンがあの解任されたっていう。はい でその一件があったんで背景がどんなんなんだろうと思ってでいろいろと調べたんですよねなるほど、はい、はい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 なんでまああのー、ねこの中いろ、まあ、んな方がいらっしゃっていろいろ関わってるんだなっていうただうん本当ねここでね僕ね思うことがあって AI の業界でちょっとね調べてるとね実は一番最初から現時点まで イーロンマスクがめっちゃ関わってるんですよ AI の業界ってもうほんとこの方はいろんなところで名前出てきますねそうなんですよそうなんですよであの一貫して変わらないところがあってイーロン・マスクの,あの、はい、AI はあのもっと世の中に広めてパブリックにするべきだっていう概念が当初から全く変わってない概念なんですよね ちょっとねちらっと言うとそのラリー・ペイジとえーイーロン・マスクの,そのやり取りから始まるんですけどあの実はねそのプールサイドで激論されてるんですよ、えー、だからまあ要はラリー・ペイジはやっぱりあの自分たちの,その AI としての活用をしてあの世に広めていくんだったら企業としてやっていくべきやっていう考え方やったんですよね。はいはい、でもイーロン・マスクは ただそれに対してもっともっと研究してもっともっとこれはみんなと共有すべきだというところからぶつかったところで始まってるんですよ。ええーね。それが今の形になってるんですよね実は。はい。なんかなるほど面白くないですか。まあこれねほんとね。そうなんですよね。まあこのアンソロピックも入れてるんですけどクロードですね。あの アンソル・ピックも実はそのオープンエア社から独立した人なんですよね。なるほどなるほど。えっと、ダリオ・アモディさんっていう方なんですけど、ちょっとデブッチョの方なんですけどね。で、まあ、その方が、あのまあ、アンソル・ピック、妹と一緒に勤めててあの、オープンエア社に。で、2人で、兄弟で独立したっていう。で、今、アンソル・ピックが裏で手を引いて、こう、パトロンになっているのが、 いわゆるアマゾンですねなるほどだから対局としてはディープマインドがグーグルじゃないですかオープン AI がマイクロソフト<う>でアンソロピックがアマゾンなんですよ、うん、世界三大企業みたいな感じになってますけどねそうなんですよねでついこの間また AI ニュースでも発表されましたけどあのー、アップルはオープン会社で手を組むみたいです そうなんですか、はい、ということは、まあ、必然的にマイクロソフトともつながるっていう話になってくるといことですよね。まあ、でもねあの、よくあるアップルのやり口じゃないですか。あの覚えてます何でしたっけあ,のあれですわ、えっと。ちょっとどう忘れしちゃった。えっと、なんか昔ね、えっとなんかあの、フレームワークで導入して途中でやめたやつあったじゃないですか。はい

世の中がどうしてもプラットフォームが Java になってきたからあの入れざるを得なくなってで仕方なく標準で Java のプラットフォームをインストールしてで MacOS をこう出してたんですよねはいはいはいでも一時期もうその Java をあの中から取り除いちゃって捨てちゃったんですよねありましたねそういうのねそうなんです自分のプラットフォームができ上がったから なんかうん、うん、アップルってそういうとこないですかいやあると思いますね確かに確かになんかあのそうそう瞬間とかそうなんですよ上手なんですよだってあのインテル CPU の内容もそうじゃないですかそうですねはいあのインテル CPU を導入した理由ってやっぱりその、うん Windows ユーザーをなんとかして Mac に引き寄せたかったわけじゃないですか。でそこであのブートキャンプであの Windows も動くよっていう環境を作るためにはどうしてもチップ自体を、あのー、Apple シリコンじゃなくてインテルじゃないと動かないんでなんでそこでインテルの、えー、CPU を使ったっていうところがあってで最近ねまた。 ね、自分のところで独占みたいな感じでやろうとしてるじゃないですか。え、ね、や,やってますね。え <laughs> っ M, M シリーズ作ってねなんかはい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 だからまああの IT の流れいろいろ見てるとねそういう移り変わりって結構あったりとかしませんかなんか本当ありますねこれも多分その一端みたいな形なんでしょうねうだと思います本当うんまあなんか世の流れっていろんなこう時代によって背景が変わってきますからね 本当にですね、確かにすごい、なんかこの企業の中でいうと、やっぱアマゾンが一番僕は気になりますね、もともと、愛犬、はい、の,の会社ではないっていうところもやっぱりあるので。あそうですね。まあでも、はい、基本的にはどちらかというと、インフラの会社っていう感じですかね、<あ> AWS で。ね、なんかプラットフォーム的には、なんかインフラになんか特化してやってて、ここに乗り出してきてる。<laughs> で あのー、ちょっとね、僕、ニュース、あのー、まだちょっと、えー、っとこれ、収録がね、ちょっと前なんで、あれなんですけど、最新のニュースで、なんか、まだちょっとちゃんと記事読んでないんですけど、はい、どうやら、あのオープン AI 社があの検索エンジンに乗りかかるらしいですお<ー> <laughs> 現在、クローム上でもやっぱり生成してるじゃないですか、AI による。 はい、ブラウザーの方面、まあ、検索エンジン的な感じのところにも手をつけようかなっていう、なんかそういう動きが出てるらしいですねでも、それ、検索エンジン、手を出していくってことは、はい、今までやっぱりその、えー、チャット GPT とかでやっぱり弱かった検索の部分でまあクロ,クロームに、あクロームというか、グーグルに対してだと弱かったっていうところが、はい、強くなってくる可能性もあるってことですよね。 そうですね。まあ、ただ、うん、やっぱり、あの、あれじゃないですかね。これ、もうわかんないですよ。僕のあくまでの意見なんですけど、あのー、やっぱり、Google は、やっぱり、王じゃないですか。検索王じゃないですか。すね、やっぱり、<laughs> 俺は検索王になるぞみたいな感じで、あの <laughs> <け>、もう、なり上がってますやん。も検索王ですよやっぱ。で、そこを、 ちょっとビングは勝ててななないいんじゃないかなってねまあビングきついビングきついっすね、えー、正直ねん,なんかちょっとね、うん、物足れへんのちゃうかなってはははいいいちょっと思うわけなんですよ確かに確かに、うん、だからまあやっぱりそこをちょっと取りにかかるっていうのがなんかあのプラットフォームを考えてんのかなとかっていうところも思いますし、うん うんうん、まあ勝ったやねグーグルがどう出てくるのかっていうところがいやそうですよね、うん、あるんですけど、ね、本当に正面から殴り合いしてもい勝てないですからねそうなんですよねだからもうイメージ的にねその戦士が盾持って盾は落ちところのが最強や、はい、言うてで、はいね、剣持ってないわってなってしゃあないちょっと剣持とうかなうん、うん、みたいな。 でよそもねいやしゃあない建元かなみたいなみんなちょっと戦う準備ではい、はい、それぞれが、まあ、得意とするなんか防具を身につけて戦いに挑んでるような、うん、なんかそんな感じのイメージも見えますよね,すねなんかね。またちょっとここでそのパワーバランスっていうところこの AI を機にいろいろ変わる可能性がありますね。そううななんんでですすよねど、まあ、どれが火にに出るるのかなっていうところはあるんですけど、まあ、あの村川所長的には なんか、飛び出てほしいのって、ど、どこ、なんんですか、こう、裏ファン的に言うと、なんかまあ、どこ推しですか推しで順番で言うと、はい。はい、えー、そうですね、まあ、あの、妥当的に普通にオープン AI 社、はい。次はアンソルック、で、次にリップイトって形になりますかね、この、あー、なるほど、なるほど。僕ね、意外とね、 あのー、もしかしたら分かんないですけど、まあ、そこまでじゃないかもしれないですけど、まあ、イーロン・マスク信者かもしれないですね、僕皆さん嫌かもしれないですけど<おー> <laughs> 僕ねイーロン・マスクさんはねすごいと思うんですよね意外とそれは思いますね、はいあのー、皆さんね結構ね,、あのー、ねツイッターの買収からねイーロン・マスク敵だみたいな感じのね <laughs> <laughs> ところが見え隠れしてますけど。 あのイーロン・マスクさんってやっぱり概念がすごいくすぎてそうですね、あのー、もう最終目的は火星に行って移住するっていう最終目的があるわけなんですよね, <laughs> すねイーロンさんにとっては。で自分がやってるこのすべての事柄っていうのはそれの伏線でしかないんですよ。テスラを作ってる内容も充電とか電池 っていうなんかそういうところを研究しているそれは火星での生活上でのエネルギーを考えてやってるんですよねはいそうですねうん,うん、うん、でまさしくそうスペース X もそのまんまじゃないですか運搬するためにどうすればいいのかっていうところでやってらっしゃるとかであとまああの AI とかでも先進してるのも向こうに行った時に労働力が少なくなるからっていうところで AI のところにずっとやってるわけですよね他にも あのトンネルリングの会社作ってるの知ってますあのおそれは知らないですよ。えっと地下,ああ地下とかそういうところにトンネルを掘ってその中移動する手段を作ってるんですよ。へえー、でそれもあのいわゆる火星に向けての内容なんですよね。やばいですよねなんか国が行う単位のことを個人でもやろうとしてるしかも実行してってるっていうところがもう, <laughs> そうなんですよ彼の行動力のすごさがもう。 だからもう死ぬまでに何とかやりたいんでしょうね、これねいや絶対そうでしょうね。う今、イーロン・マスクさん、何歳ぐらいでしたっけ、えー、いくつかな。いや、あ、そっか、71年生まれなので、僕から11歳上で、52歳。あ僕の1個上ですね、じゃ ですね。はい、あ、もうもう一個上ぐらいになる可能性があります。その辺ですね。あ、そうです、ね。四五十三なのかもみたいなところです。はい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 。まあ、でも、すごい近いですね。そうですね。もう、えらい違いですよ。まあ、僕丸坊主の、この坊さんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> まあまあまあね。なんか。そういう、こう、人間関係とか、企業のあり方とかね。そういう背景知ってると、なんか、物事がこう、いろいろね。 展開するときに面白いなっていうふうに思うわけなんですけどね。いや本当そうですね。はい。はい、まあまあまああのー、そんな感じで今回こんな感じでちょっとお話をしてみましたっていうことで、はい。えー、本日はここまでということで、はい。えー、このチャンネルではですね、あのー、日々ちょっと AI ニュースの方をお届けしております。 で、えー、過去にですね、チャット GPT の内容とか、えー、プロンプトエンジニアリングの内容とか、生成 AI の内容なんかをやっております。で、えー、っと、今年はですね、生成 AI で道を切る役ということで36、365日、365人の方と名刺交換挑戦中であります。よかったら名刺交換してください。はい。えー、こちらの方の内容はですね、ポッドキャストの方でも配信しておりますので、よろしかったらそちらの方でもお聞きください。はい。もう、全くどこも行かれないんですか 行くとしても土日どっか出るかなぐらいかもしれないですまあ、近場ですね、多分あ<っ>ちょっとリフレッシュぐらいじゃないですかね。なる,なるほど、なるほど。僕もね、ちょっとね、あのー、僕、あのー、見バレしたらあれですけど、あのーまあ、高尾山の近くにちょっと家借りてるんですよね、一軒。あそうなんですね。それあの、僕、ちょっと山登るのが好きすぎて、はい、で近くちょっと借りたんですよ。 で,で、ちょっとあのー、登りに行こうかなと思ってるんですけどねあのあ <laughs> いいじゃないですか、高尾山、ほら、下にあの温泉みたいなのもあるじゃないですか。あはいはいはい、ありますね、はいは登、い、った後に降りてきて、<あ>ゆっくりちょっとお昼生えて帰るみたいなの、すごくいいですよね、そうなんですよ、そうそうそう、あのでもね、あの村上所長、僕、実は、あの、はいはい、表高尾からじゃないですね、はい、裏高尾から登るんですよね。<laughs> <laughs> ちょっとマニアックなんです <laughs>、はい、あのマニアックなんです、みんなとあの同じ道で登るやつじゃないんですよ。えー、それは知らなかったです、はい、またちょっと会った時に詳しくそうですね、そうですね、だいぶしんどいですけど、<笑><笑><あの笑>え結構、がっつり装備はしっかり整えていくんですかあまあまあ、まあ、あの普通の登山靴とか、まあ、そういうのはちゃんと、あのなんてんですかね、えーと、杖とかもちゃんと持ってあの、えー、いけますか。はい すごいちゃんと下格好であのそれいい、ね、あの裏から登ると結構きついんですけど縦横って言って山の上こうずーっと歩けるんですよはいはいあれがまた気持ちいいえ私もちょっとカメラが趣味なのでぜひ今度お誘いくださいあでもカメラ撮れるぐらいの体力残ってるかどうか分かんないですよ <laughs> だいぶしんどい <laughs> だいぶしんどいですよ僕は <laughs> まあまああのね なんか山登るのもいいかなというふうに思いますね。ちょっと人多いんでね。まあ、今の時期登らん方がいいのかなと思うんですけど。あ、そうですね。うん、はい。ね、はい。まあ、あの、皆さんもですね、あの、ゴールデンウィーク、えっと、ゆっくりでお越しいただければなというふうに思いますんで。はい。あのー、村上所長、どうもありがとうございました。はい。本日はどうもありがとうございました。はい。すいません。皆さんも、えー、ごゆっくり、えー、休日を楽しんでください。はい。それでは失礼します。失礼します。